こんにちは、スイートルームのミカです。ハッピーカラーのお花を使ったハンドメイド教室を主催しております。本日はシーリングスタンプを作っていきたいと思います。はい、これが材料と道具になります。で、以前シーリングワックスを初めて作った動画をアップしてるんですけども、それからちょっとだけね、経験も得て作り方の説明ができるようになったので、本日は作り方のコツなどを話しつつ動画を撮っていきたいと思います。で、材料なんですけども、こちらがロウですね。ワックスの材料です。いろんな色があってね、可愛いです。で、これをこういったスプーンに入れて、で、キャンドルですね、火でこう溶かしていくっていうものになるんですけども、そのためのキャンドルです。で、こちらがワックスストーブっていうものになって、本当はここのところに、ここ空洞になってるんで、ここのところにキャンドルを置いて、で、スプーンをこの上に乗せてっていう風に使っていくんですけども、今回はこのスプーンを置くために使っていきたいと思います。はい。で、これがシーリングスタンプのスタンプ台になります。いろいろ種類があります。で、バレンタインでも近いので、ハートを多めに作っていきたいと思います。あと、こちらがシリコンマット、ダイソーで売ってたので買ったんですけども、こちらがパッケージになります。この上に垂らして、で、スタンプをコピッと剥がしていきたいと思います。キャンドルに火をつけます。今回は最初にこのハートを作っていきたいと思います。で、ハートなのでピンクで作ってみたいと思います。マットな感じのピンクになるので、ここにちょっとね、メタリックな感じも入れたいなと思うので、こちらを入れていきたいと思います。量はこのぐらい入れていきますね。こんな感じで溶けました。垂らしていきます。なるべく丸くなるように垂らしていきます。で、押していきます。固まるまで待ちます。で、次にこのままここをね、拭いて使わずに、そのままね、同系色の色とか白とか入れていきましょう。これを取ります。ね、ここすんなり綺麗に取れます。で、こう外してもらうと、こんな感じで出来上がります。ちょっとね、丸じゃなく、こう、楕円になっちゃったんですけども、まあまあまあ、いい感じにできてます。そしたら次、ね、入れていきますね。そのまま、拭かずに、色を追加して作っていきます。火を使うので、やけどしないように注意してください。シーリングワックスを作ってる時ってすごく無心になれるので、考えすぎてて疲れてるなって思う方はとてもおすすめですね。こんな感じで溶かす。しっかり溶けたら、ね、垂らしていきます。ポイントはね、ここで丸くなるっていうところなんですけどね、ちょっと私ね、流すのが苦手で、ピュッと蒸していきます。かわいい色ですね、この色も。こ
今度はちょっと赤黄色糖で作ってみたいと思います。赤だけど土台でさっきの残りのピンクが残ってるので、ね、真っ赤ではないと思うんですけども、こんな感じですね。楕円になっちゃうんですけども、こんな感じでね、はい、ちゃんと縁ができてるので、縁ができてたらよしと私は考えております。はい、可愛いですね。で、次赤いの作っていきます。ハートといえば赤ですよね。なのでね、絶対可愛いと思います。はい、こうやって、はい、こんな感じで、おー、かわいいですね。真っ赤になりましたね。できた。かわいい。よし、どんどん作っていきます。で、さっきちょっとあのね、動画撮る前に練習したんですけども、こうやって失敗したはまた溶かして、あの、こうスタンプし直すと使えますのでね、これちょっと後で使っていきたいと思います。赤と茶色でチョコレートみたいな。なんか何とも言えない色ですね。かわいい。しっかり溶かしていきまーす。流す前に傾けて、こっちの方に、ね、ろうを寄せといて、じゃっと流していきます。あ、めっちゃいい色。かわいい。ついね、こう、色に見とれちゃって、ね、丸くするの忘れちゃうんですよね。感じで、今度はこれをここへ入れて溶かしていきたいと思います。ちょっとね、切って溶かしていきたいなと思いますね。うん、こんな感じです。で、あと次はこれからバラを作っていきたいと思います。このバラね、可愛いんですよ、作ったら。よいしょ。こんな感じですね。はい。次にバラを作っていきたいと思います。これはね、ネジで取り外し可能です。で、こちらに取り付けていきます。よし。バラを押していきます。はい、バラです。可愛いですね。はい、こんな感じでいっぱい作っていきたいと思います。はい、こっからが私の裏技です。で、先ほどね、ゆっくり失敗のないようにゆっくり作るときには、まあこういうキャンドルを使って作るんですけども、もうどんどんいっぱい作りたいってときは、このこちらの方にキャンドルを入れて、
これを入れてこう押している間にこっちを溶かして、これがまあできたらピッと、ね、ちょっとねこうすると焦っちゃってかけちゃったりするんですけども、まあねかけても可愛いので、こんな感じでねどんどん作っていきますよ。でこの間に色を、次の色を選びます。これも使っていきます。次は王冠を作りたいので、ちょっと赤も入りつつのゴールドを作っていきたいと思います。じゃあ忙しくなります。この間にピッピッと入れて、しかもこれを押していく。で、溶かす。溶けている間に次を探す。ちょっとシルバー入れようかな。そう、この作り方する場合は結構なんかもう色とかこだわりなく大量に作りたいっていう時にやってくださいね。こうして次を入れて、でこのまま刺していきます。でこれは完成です。どんどん作っていこう。色を変えていきたいと思います。紫系に変えていこう。でここでこう急いでやってるんですけど、これを溶かしてるの忘れてしまって、ここでフツフツしてしまうと結構ねこれ気泡できちゃうんで、作ってる時に気をつけてくださいね。こんな感じで王冠もできました。可愛いですね。なのでスタンプがまあね本当だったらね、この取っ手があるといいんだろうけど、まあ、ぶっちゃけこれでも作れます。取っ手がなくてもこのスタンプの土台だけでも作れます。こんな感じでね、ぜひぜひ大量に作りたいなっていう方はこんな作り方をねしてみてください。もう普通にねなんかのんびり落ち着いて何も考えずに作ってみたいなっていう人は、まあ、こういうねキャンドルとか、まあ別にこれでもこのままねこういう風にここへ置いてもらうとね、こう焦げ茶はないのでいいんですけども、まあこんな感じで作っていただいたらいいと思います。取るときここが熱くなってるので気をつけてください。はい、こんな感じでね王冠、ブルーの王冠ができました。いかがでしたでしょうか。こんな感じにねたくさん作りました。ラッピングとかにおすすめですね。リボンと一緒にペタッと貼ってあげたりとかするとなんか素敵度が増します。よかったらぜひ皆さんも作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。